お疲れ様です。いやー、いろいろとね、出てきますね。ジャンクスタイルです。今回もまたね、小ネタ集というか、一本の動画にするにはなーっていうようなお話をね、いくつかまとめてみようかなと思いますので、まあちょうど明日はホットイールや、まあトミカの大量発売日なんで、まあ並んでる方もいらっしゃるかな。並んでる最中なんかにね、暇つぶしに見ていただけたらなーと思います。あとね、買ったミニカーを整理しながら、まあ見るというより、まあ聞いてほしいような、整理しながらね、聞いてもらえたらなと思います。じゃあどんどん行きましょう。3月のホットウィルのベーシックカーメインラインと単品販売のやっぱり一番人気はクールコンビでしたね。まあ、事前情報通りというか皆さんの予想通りかな。私はそこまでって感じだったんですけど、まあ結局なんだかんだで買えちゃってるし、まあ予約もねしてたんで、これ以上いらないやーっていうぐらいはね集まったんで買えたんでね、よかったかなーって感じなんですけど、まあ各地でねいろいろあったり、金型が違うよとかいう話もねあったりなんかしたんですけど、まあそれはね、まあ、動画なんで、ちょこちょこっとお話ししてるんで、今回はね、やんないんですけど、どうもね、ショートしたらしいですね。ショートってお客さんから受けた注文数よりも、問屋さんからね、入ってくる量が少なかったよ。問屋さんに限らずね、まあ入荷する数が少なかったよって言われてた個数よりも全然少なかったよっていう感じのものなんですけど、アマゾンで今回ショートが起こったらしいですね。私、アマゾンで、まあ保険で、予約してたんですけど、まあ全部届いたんですけどね。とか、アマゾンでホットウィールのショートって久々じゃないかな。私、昔っていうか1年半ぐらい前か。ショートで、まあ買えなかったっていうか、まあ保険でね、アマゾンで予約してたんで、まあいいやって感じだったんですけど、それ以来だね。アマゾンでホットウィールショートすんだと思って、しかも単品販売でしょ？単品販売がショートしたって今までありました？実際こんな感じでね、メールが送られてきて、まあごめんみたいな感じで。言われたらしいんですけど、あと、これだとシステムのどうのこうのなんですけど、なんだっけな、配送業者がどうのこうのとかいう理由でキャンセルされたっていう方もいらっしゃるみたいなんですよね。これ、単品販売のものがショートするんだと思って、まあいろいろ専門店さん等々で単品販売のものもね、実際入荷数が少なかったよ、ショートしたよっていう話はちらほらね、聞いてはいたんですけど、アマゾンでっていうのは初めてじゃないかな。記憶にあります？だから今後もちょっと怖いよね、アマゾン。まあ正直私アマゾン保険代わりにっていうか、本命は信頼できるところだったり、実際朝から店頭の方に並んで買ったりなんかしてるんですけど、なのでもうほんとアマゾンはね、保険代わりというか、来ればラッキーぐらいにしか思わない批評にしてるっていうかね、とかもう絶対これもう品切れ起きないよみたいな、でも安いからねみたいな感じのものしか買ってないんですけど、これまあいろんな事情があってね、当日朝行けないとか、専門店さんだとね、ちょっと送料がかかっちゃうんだよねっていう方もいらっしゃると思うんで、アマゾン一本にかけてたら怖いよね。とか、クールコンビがね、今回全く手に入らなかったよっていう方もいらっしゃったようなので、本当ね、私も申し訳ないなと思いながら、まあ並べてニヤニヤはしてるんですけど、今後もちょっと気をつけた方がいいよ、アマゾン。マジでも保険レベルで、保険程度にね、考えた方がいいですね。私はもうずっとそうやってますね。昔ね、限定のね、某、まあ、ガンダム系のね、ものをね、キャンセルされたことがあって、インターネット通販割とやってたけど、初めてキャンセル食らったのがアマゾンだったんで、それ以来ね、正直アマゾンは信用してないですね。アマゾンってあれでしょ？待てると、なんか、ね、なんかホームページに乗っかってるぐらいだから、ダイレクトに行ってんのかなと思ったら、ねえ、ショートすんだと思って、だから本当皆さんもちょっとね、気をつけて対応した方がいいかもね。先週の土曜日ですね、ホットウィールの、ドラッグストリップデーモンズ、ドンキホーテ限定で出たんですけど、ウィリスのね、チェイスがあったりだとか、ちょっとエンジンの金型が違うやつがあったりとかっていう話はまあ動画内でちょこちょこっと話してるんですけど、今回ね、いろいろ販売方法があって、お店によって違ったんですけど、まあ一人一元、要は一車数につき一人一台しか買えませんよ、要はそのお店では5台しか買えませんよと全部変えてね、マックスでっていうお店があったり、無制限のお店があったり、まあ何個でも買っていいよっていうお店があったりとかね、というのがね、ドン・キホーテはまあ担当者さんが全部決めますよと、入荷数にしろ販売方法にしろね、担当者さんが決めますよと。これまあ以前動画にしてるんですけど、まあ元従業員の方にね聞いた話なんですけど、まあそういうことなんですだからまあお店によってね、販売方法が違うっていうね、一元だったり無制限だったりっていうのは十分起こりうるかなと思ってたんですけど、今回またね
やっちゃってんな。5台セットでしか販売しない。もう要はもう袋に入れちゃってて、ビニールの。っていうお店があるんですよね。で、私の近隣でも4店舗中、2店舗は1人1元。で、1店舗は無制限。1店舗はセット販売だったんですよ。私の友人もね、セット販売だったんで、ちょっとね、5台買うのはきついなということで、1台も買えずね、諦めちゃったっていう方もいらっしゃるんですけど、これ私の周りだけじゃなくて、まあいろんな方のお話聞く限り、全国的にセット販売してた店がポツポツってあったみたいですね。で、まあ担当者さんがね、販売方法も決めるっていうことなんで、そういう店もあるんじゃないって思われるかもしれないけど、ちょっと私問題かなと思ったのが、抱き合わせ販売ですね。独占禁止法で抱き合わせ販売っていうのが禁止されてて、要は人気の商品と不人気の商品を合わせて売るっていう、消費者にとって不利益な形態で売るっていうのはダメですよっていうのが決まってるんですよね。まあ昔々ね、ドラクエとね、不人気のソフトを一緒にセットで売ってるっていうお店があって、それで批判食らっちゃって、そういう法律ができたんですけど、今回それにね、ちらっと該当しないかなと、ひょっとしたらね。だから多分担当者さん的には、特定の車種だけ余って、ずっとそこに売り場にあるよりは、セットで売った方がね、履けるんじゃないかなっていう思惑があったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、どれが不人気でどれが人気だかわかんない状態だったんで、まあ、一概に抱き合わせね、販売とは言いにくい部分があるんですけど、これは抱き合わせ販売だって、訴えちゃったら、それが通る可能性というのはありますよね、実際。だってメーカーさんは別にね、セットで売るっていうのを推奨してないしね。他のお店ではセットで売ってないんだからね。一車種ずつずつ、まあ1台だったり無制限だったりするけど買えたんで、抱き合わせ販売って判断されても仕方ないかなと思うんですよね。で、いやいや、何言ってんのと。まあドン・キホーテといえど大企業ですよと。そんなね、法律を犯すわけないじゃないですかと。たとえね、担当者さんレベルで販売方法が決まったとしても、法律は犯さないでしょうって思われてる方はちょっと甘いですね。結構ギリギリを攻めてたりとかしますからね。あとメーカーさんがね、決めた販売ルールを守らず、独自ルールで売っちゃって炎上したとかいう話も結構あるからね。まあ気になる方はね、ドンキホーテ炎上なんかで検索してみるといろいろ出てきますよ。だからこれね、ミニカー界隈だから、もう狭いコミュニティだから全然問題になってないし、何の炎上もしてないんですけど、これさ、ポケカでやってごらんよ。ポケカの人気のボックスと、まあ不人気ボックスって言うとあれだけどさ、あるわけですよ、やっぱね。商品だから。それを抱き合わせて売ったらさ、大炎上っすよ。だから我々ね、ミニカー好き、まだまだね、舐められてますね。地位を向上しないといけないですね。まあ、抱き合わせ販売、直ちに法律違反だっていうことにならないにしても、やっぱりね、一車数ずつね、売ってほしかったっすよね。今回のウイルスだって、エンジンのね、違いがあったりなんかして、それをね、左右揃えたいなーっていう場合も、セット販売しかなかったらね、5台また買わなくちゃいけないとかなっちゃうんで、今回は結構対象店舗が多かったのに、こんなことしちゃうとね、残念ですよね。っていうかね、販売店限定で、ね、企業として選ばれてんだから、ちゃんとしようぜ、ドン・キホーテさん。やっぱり出ちゃうんですよね、2号機も。エヴァンゲリオンレジングの86ですか、2号機。出ちゃうんですけど、今週の火曜日の11時予約解禁。まあ予約というかね、発注解禁になったんですけど、これね、サポルトさんっていうところが結構な数扱ってるんですけど、いろんなとこでね、コマーシャルというかね、売ってるんですけど、去年ね、ちょっとやらかしちゃってて、封筒で送っちゃってさ、箱つぶれは箱は干渉剤ですみたいな感じで対応してくれなくて、もうサポルト不振みたいになってて、で、同じ商品がヤフーショッピングでも売ってるんですよね。エヴァンゲリオンストア、ヤフーショッピング。かな。で、私もね、ちょっとサポルトは嫌だ、サポルトは嫌だってもうなってたんで、11時待ち構えてヤフーショッピングアクセスしてたんですけど、なかなか商品が出てこなくてさ、で、やっと商品が出てきたと思ったらカートに入らなくて、そうこうしてるうちに在庫切れになって買えなかったんですよ。で、なんか変だなと思って、前頼んで初号機頼んだ時は全然そんなことなかったんで、なんかエラーかなと思ったら買えた人もいるみたいなんで、まあ運がなかったねっていう感じなんですよね。サポルトに頼むしかないかなと、マジ嫌だなと思って、発送方法自体も違うんですよね。サポルトだと郵便受けに入れる方式なんで、多分なんか U メールだとかね、そういうのだと思うんですけど、ヤフーショッピング方だと佐川って明記してあるんですよね。
なんで、もう絶対そっちの方がいいじゃないですか。送料一緒だし。で、あもうサブルトに頼むしかないかなと思ったら、よく考えたらさ、エヴァンゲリオンストア、ヤフーショッピング店、ヤフー店みたいな感じで書いてあるからさ、エヴァンゲリオンストアってあるんじゃねえと思って調べたら、あってっていうか、そもそもこっちが本店なんだよね。んで、トミカで検索したから出てこなかったけど、なんか新入荷商品みたいな感じで、売れ筋商品みたいな感じで載ってたんで、あんじゃんみたいな。で、佐川さんで送ってくれるみたいなんで、まあ、ヤフーショッピングの方が良かったんですよね。ペイペイで払うと結構なポイントになったりとかしてたんですけど、まあ、エヴァンゲリオストア本店ですかね。では、まあ、クレジットカードしかダメだよと。ただまあ Amazon Pay が使えるんで、Amazon に紐付けたいろんな支払い方法は使えるんで、まあ良かったなと。サポルトだとクレジットカードのみオンリーですからね。今時ね、支払い方法はね、いろいろね、設けた方がいいっすね。なんで、私無事にね、サポルト以外で佐川さんの配達で頼むことができたんですけど、まあサポルトさんね、一度のしくじりでね、ここまで不信感を買うとは思わなかったとは思うんですけど、ただ配送方法変えた方がいいよ。前は佐川さんだったでしょ。で、在庫抱えていろんなとこにコマーシャル打つぐらいだったらさ、配送方法変えた方がいいし、一人1台はね、ドコモなんですよね。エヴァンゲリオンストアでもそうなんですけど、2台ぐらいまでいいんじゃないと思うんですけどね。要は2000円超えのトミカになっちゃいますからね。私、ガチのコレクターじゃないんですけど、トミカ。まあ、何にしろね。広く浅くなんですけど、まあ、エヴァンゲリオンのトミカはね、今まで買ってるからさ、ここまで来たらなっていうノリで買っちゃってたんですけど、そんな私でもサポルトさんは嫌だなって感じになっちゃってるんで、今在庫があるかどうかわかんないんですけど、サポルトが嫌だなって感じで頼んでない方、ちょっとね覗いてみてはいかがですかね。エヴァンゲリオンストアとかで検索すると出てくると思うんでね、そっちの方がいいですしね。まだ在庫があるといいね。で、またホットウィールなんですけど、4月8日、今までノーマークだったコルベットのアソートが出ますよと。これ先週土曜日予約取りが始まって分かったんですけど、トイザラス限定ですね。販売店限定が徐々にまた増えてきたね。これ系のアソートはね、やっぱカードデザイン的にいいんで、やっぱりね、全種類欲しいなということで私は予約したんですけど、皆さんはどうですかね、間に合いましたか。土曜日の1時ぐらいで終わっちゃったかな。だから皆さんがモンスタートラックとか、まあ、ドラッグストリップデーモンズなんかを追い求めてる間に予約取りが始まっちゃってたっていうね。私もね、教えていただいて慌てて予約したんですけど、これ系は本当ね、全種揃えたいですしね。ただね、トイザラスさん限定のこれ系のアソートは、要はベーシックカーのサイドラインなんですけど、前がフォルクスワーゲンのアソートかなの時はね、入荷数が少なくて全然揃わなかったんですよね。なので今回予約したけど、だからもうそういったさ、販売店限定のやつはさ、入れてよ。もうちょっと入れて、お願い。まあ、ドラッグストリップデーモンズもドンキホーテ限定だったんですけど、今回はたくさんね、数的には豊富にあったと思うんで、コルベットのアソートもね、たくさん入れてくれるといいんですけどね。ぶっちゃけね、車種的にはね、そんなにそそられるような内容じゃないけど、やっぱこんなもんね、お祭りみたいなもんですからね、揃えたいですよね。4月8日といえば発売日がちょっとずれちゃってるんで、ブールバードも発売日なんですよね。なのでトイザラスさんに集中する可能性があるし、人が多いからね、全種揃わないっていう可能性があるね。困るね。マジでほんとね、入れて。トイザラスさん売れるから買うからね、みんな買うでしょ。で、マジョレットの新作も出ますね。ドイツ車に絞りましたよっていうアソートなんですけどね。もうずっとアソートだね。どう？ラインナップどう？ちょっとやばない？今回しかもドイツ車以外にもラインナップに含まれてますって。その通り。なんだこれ。だから私は今回はちょっとコンプしなくてもいいかなって、持ってるの多いなとか、これ何台目だよ、ホイール違いだよねとかいうのがありますからね、どうしても。で、やっぱ値上がりしてますね。これさ、マジョレット、まあ、カバヤさんが値段設定してるのかもしれないですけど、昔からそうだよね。トミカよりもちょっと安いぐらいの値段設定にするんですよね。しれっと値上げするからね。まあ、今回のアソートはちょっと残っちゃうかなーって感じですね。私ももう予約してまでコンプしようとか、まあ、九州入るの遅いから通販店で買おうとか、そういうのはちょっとないかな、今回は。昔はね、ホイール違いとかも集めてたんですけど、今はそこまでガチってないんで、まあ、変えたらね、いいなーって感じで臨もうかなと。
3月4月結構リリースあるからね、そこまで少ない小遣いのリソースを避けないですからね。まあ店頭で見てね、気に入ったものがあれば買いますけど、ちょっとこれは残っちゃうかな。どうしちゃったてな感じで、ダラダラっとお話ししてきましたが、いかがでしたでしょうか。ミニカーの整理ははかどりましたでしょうか。並び中の暇つぶしにはなったでしょうか。なってたらいいな。まあこういったお話もね、皆さんからの情報提供とかタレコミなんかで、成り立ってる部分っていうのが結構あるんで、よかったらね、コメントや、まあコメントに書きにくい部分は、DM 等々でね、こんなことあったよとかね、教えていただけると嬉しいです。皆さんの情報が私のチャンネルのね、一つのコンテンツを作り上げますからね。じゃあ、ここまで見ていただいてありがとうございます。また次の動画、次はいろいろ新作紹介になるかな。お会いいたしましょう。さよなら。